七越山古墳は、群馬県藤岡市上落合にある古墳。形状は、前方公園墳。白石古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。七越山古墳の空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。利根川水系かぶら川とその支流。 あゆ川に形成された絶上の貸し段球場に三段築成で作られ、大きさは全長145メートル、公園部直径87メートル、前方部幅106メートル、前方部と公園部の高さは共に16メートル。中、ひさげ体や外ひさげ体と呼ばれる土手状の包みがあって二重の修行がめぐり、前方部の前面にあたる西側では、 この事情にめぐる三重目の溝も発見されている。ひさげ体には吹き石、葉には列が確認されている。埋葬施設は未調査のため不明だが、横穴式石室と推定される。2017年度の地中レーダー探査で大規模な石室の存在が推定されている。出土遺物は円筒、浅顔型円筒、人物、馬、盾など、各種葉に悪い、末木、弾きがあり、 特に遠筒埴庭は7畳突体のある直径50センチメートル、高さ1メートルを超す大型品で、調布公園と定位置突体の特徴がある。埋葬品は見つかっていない。本古墳からほど近い群馬県高崎市、吉井町池ざ古門にある、日本三大古墳の一つ、多古墳に、羊と記されている人物と同一とされる、多古用太夫の伝説に基づく。奈良時代に、 タゴ軍軍事となった羊太夫は、後に謀反を図っているとして朝廷から討伐軍を差し向けられ、巨城の八ヶ城から逃れた羊太夫の一族が、落ち合った場所が、落ち合いという地名になり、羊太夫の妻女ら七人がここで自害し、それぞれ腰に乗せて葬ったので、七腰山という名前になったという。なお、タゴ日に記される、タゴ軍軍事の任命は8世紀初頭のことで、 古墳築造推定年代の6世紀前半とは合致しない。ありがとうございます。